青森県道28号、岩崎西目屋広市全員線は、青森県西津軽郡深浦町から、中津軽郡西目屋村を経て、広崎市に至る県道である。愛称は、白上ラインである。西目屋村畳平付近西津軽郡、深浦町大技岩崎で、国道101号から分岐した後、笹内川沿いに等進し、白上山地を通過する。 白神山地を経て、中津軽郡西目屋村に至る区間は、旧広西林道にあたり、未舗装の悪路である。途中、深浦町で、小平瀬川、安じ沢町で赤石川のそれぞれ上流部にあたる谷、越え、山越えの難所がある。旧広西林道は、旧岩崎村をはじめとする、日本海側と広崎市との物流強化のために計画、建設されたが、 上記の道路事情もあり、岩崎、広崎間は海沿いを通る国道101号や国道の短絡ルートとなる青森県道31号広崎味ヶ沢線を利用し、味ヶ沢町を経由するルートもある。道路線は白神山地の世界遺産地域を通過していないが、生活道路、幹線道路としての側面は非常に弱く、今後整備されるかどうかは、 不透明である。津軽ダム建設工事に伴い、西目屋村藤川田代間については、直轄権限代行により付け替え工事が、進行している。小笠原諸島の世界遺産登録を目指す石原、慎太郎東京都知事も白紙来訪の際に、道玄道の津軽峠付近にある、マザーツリーを視察し、簡単には来られないから良い旨の発言をした。 1962年、白上山地の森林開発や観光開発、経済交流などを目的に、林野町が広西林道として着工した。困難な工事は12年の歳月を要し、1973年に総工費9億5000万円をかけ完成した。地盤が弱く、土砂崩れも多発し、期待された経済効果も薄く、 1981年に県道に編入された。日本海側の岩崎地区から1 2トルと、中津軽郡西目屋村の安門大橋から、広崎市までは、舗装道路となっているが、約3分の2は、未舗装の砂利道となっている。冬季閉鎖となるほか非常に脆弱な道路でもあるため、冬季閉鎖終了後も引き続き工事閉鎖が行われることが多く、 年間のうちで全員通している期間は数ヶ月間に満たない。梅雨末期の大雨で新たな損壊が発生し、工事閉鎖が延長されたり、秋の台風で損壊し閉鎖されそのまま冬季閉鎖、続いて翌春に復旧のため工事閉鎖になるという連続である。津軽峠1993年に白上山地が、 世界遺産に登録されると、白神ラインと命名された。ABC、県道の路線の認定。青森県。2018年1月12日閲覧。S、道路法第56条の規定に基づく主要な、都道府県道及び市道平成5年5月11日建設省、国時台線270号、建設省、白神山地、マザーツリー折れる台風の影響か。 朝日新聞、https, w w w a s a h i c o m a r t i c l e s asl9751hrl971009、html2018 年10月16日、閲覧。ありがとうございます。